では当たりマニアの4階に入ったところから続きをやっていきたいと思います。4階はこれまで手に入れてきたアイテムを駆使しながら進めていくような感じになっています。ほっとけないんだな。なんでそんなにしつこいんだ。パフォーマーのこと好きでもないくせに。放っておいてくれ。帰れ。お望み通り定年退職を迎えればいいだろう。違う。なんと言えばいいんだ。私も新しい視点を得たというか、ある意味君のおかげだ。この冒険のおかげで何かを思い出した。でも私には仕事がある。私は管理人だ。みんなの世話係をするんだ。ベントレー、お前もだ。俺には関わるな。俺には勝てない。今まで私はお前の尻拭いをしてきたんだぞ。もう50年もだ。必要ならあと50年でもやるさ。ああ、でも今はみんなを解き放つ方法を知っている。みんなが真実を知る方法を。俺はこの世界を救うんだ、管理人。プレイヤーの世界と俺たちの世界のつながりを断ち切るんだ。ダメだ。なんでそんなことをしたいんだ。そうすればあいつらはもう俺たちをコントロールすることができない。俺たちは自分たちの力で成長するんだ。成長するんだ。学ぶんだ。お前のルーチンも拒否する。お前の秩序も。あんたは型にはまりすぎてる。みんなそうだ。パフォーマーはただプレイヤーを楽しませるのが好きなんだ。でもプレイヤーが何か新しいものを求めたらどうなる。何か新しいもの。プレイヤーたちにはもうコリゴリだ。パフォーマーは進化しようじゃないか。俺たちは日陰者の存在だって怖がる必要はなくなるんだ。俺たちはそれ以上の存在になるんだから。もう二度と忘れ去られることはなくなる。やめるんだ。我々の世界はプレイヤーがあってこそなんだぞ。違うよ。あんたがプレイヤーに依存しすぎてるんだ。ミサイルコマンド。ここは考えながら進めているので、無駄な動作があったり、ちょっと時間がかかっているかもしれないです。
ソラリス。ベントレー、待て。どこ行ったんだ？クリスタルキャッスル。ほうきで履くところに進めないなと思っていろいろと試してたんですけども、この管理人が磁石を持ったまま白いところから2歩ぐらい下がって右に行けばこの白いのが右に寄って行けたんですけども、この時は気づいてなくて行けませんでした。誰だか知らないけど、お願いだ、ベントレーを解放してくれ。絶対に嫌だね。これは俺の救済活動のための道具さ。彼がまだ中にいるのは分かってるんだ。私には見えたんだ。ベントレーだ。君がこんなこと望んでないのは分かってる。君は誰も傷つけたりしない。チッチッチ。そんなことを言えば俺を止められるとでも。さあ、プレイヤーの世界とのつながりを断ち切る時が来たぜ。もういい、仲間を傷つけるのはやめてくれ。なんだって？ありえない、この恩知らずめが。ブーム。
いいだろう、この方がもっと面白い、お前なんか必要ない、この弱虫め。僕は友達が大好きだ、切断なんかさせない。ベントレー、コネクターを守れ。ゴミは私が片付ける。へ、やってみろよ。さあ、とうとう君と私だけだ。弱虫が出ていった今、俺を邪魔するものはない。いよいよ最後のステージに入りました。ここを進めていって最後に待っているのがラスボスになります。
ついにラスボスとの戦いになりました。ここがやっぱり一番難しかったというか、やり方が分からなかったですね。まずは右から出てくる赤いポングボールを避けながら、左下のボスをうまくこちら側に引きつけて誘導してかわしていきます。この帽子が浮いている時だけダメージを与えることができます。次にこの縦横に長く伸びている手もうまく誘導しないと、狭いところに閉じ込められてしまって敵の攻撃を避けることができなくなってしまいます。このたくさん飛んでくる赤い目に触れてしまうと、上下左右が反転して操作しづらくなってしまいます。今度はこの黒い枠内で敵の攻撃を避けていって、この敵の攻撃も避けます。クリアすることができました。やった、君と君の友達がこの場所を脱出できるぞ。ああ、なぜこんなことが起きるんだ。ベントレー、大丈夫か？うん、おかげさまで大丈夫、管理人さん。でも、あなたは少し疲れているみたい。ああ、そうかもしれないな。結局、残業になってしまったみたいだからな。でも、不思議と今回はあまり気にならないんだ。え？あなたも取り憑かれたの？何？まさか違うよ。ちょっとしたドキドキを欲していたんだと思う。ルーチンを乱す何かを。ちょっとしたドキドキ？ああ、まあ一日に詰め込むには刺激が強すぎる。でもたまにはちょっと刺激的なこともいいかもしれない。プレイヤーにとってもいいことかもしれないぞ。ということはスケジュールを変更させてくれるの？ほんのちょびっとな。週末とかシフトの合間とかちゃんと許可を取ってくれれば。わーい、そいつはすごいや。早くジェームスとホーンテッドハウスをプレイしたい。落ち着け、ベントレ、ちょっとずつだ。そうでした。ちょっと興奮しちゃったみたいだ。でもここの状況が変わってくれて嬉しいよ。僕はアノマリーが来てくれてちょっと嬉しいかも。でももう二度と戻ってこないでほしいな。はあ、私もだ、ベントレー、私も。わあ、めちゃくちゃじゃないか。ああ、心配するな、俺が片付ける。この頼りになるほうきはそのためにあるんだ。さあ、仕事に戻るぞ。というわけで、ゲーム全体をクリアすることができました。まだやり込み要素の部分はあるんですけども、動画にするかどうかちょっとまだ決めてなかったですね。基本的にはミニゲームを楽しく遊べたんですけども、ボス戦のところは結構難しいところもありましたね。編集ではカットしてると思うんですけども、結構何回も挑戦しています。当たりマニアというだけあってちょっとマニアックなゲームかもしれないんですけども、誰かの参考になればいいなぁと思っています。実況動画が不慣れでお聞き苦しいところもあったと思うんですけども、また機会があれば他のゲームの動画も作ってみたいと思っています。ゲームの世界の救済、おめでとうございます。ゲームの世界を自由に探索できるようになりました。もうイースターエッグは見つけましたか？では当たりマニアの動画はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。